オブダ国際空港はイスラエルの国際空港で南部地区の最南端赤羽湾に面するエーラート市の北約 60km のネゲブ砂漠内に位置する軍民共用空港である IATA はブダ ICAO はローフであるなおヘブライ語表記の和訳するとオブダ空港となるオブダ国際空港は1978年の キャンプデイビッド合意に基づくイスラエル軍の市内半島からの撤退に伴い、イスラエル空軍の新しい航空基地として1980年に建設された。現在は軍民共用空港として滑走路が短いエーラート空港に着陸できない大型旅客機、貨物機の発着が行われている。エーラート近郊には2013年から新空港として ラモン国際空港を建設中であるが、2015年時点では、オブダ国際空港が、国外からエイラートへの主要な玄関口となっている。また、2015年時点では、オブダ国際空港は、中央チクロットのベングリオン国際空港に次ぐ、イスラエル第二の国際空港である。空軍の拠点としては、オブダ空軍基地と呼ばれており、2015年時点では、 アグレッサー部隊の第115飛行隊が所属している。第115飛行隊は外国の空軍とも共同訓練を行っており、2010年から2013年にかけては3回にわたってイタリア空軍のトーネード IDS 攻撃機、ユーロファイター対風フーン戦闘機、AMX 爆撃機などの軍用機がオブダ国際空港に飛来し、1回につき、 約2週間の共同訓練を実施している。なお、オブダ空軍基地の所属部隊は、イスラエル空軍において、第10航空団の霊下となっている。オブダ空軍基地パッチ。ありがとうございます。